ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。高齢者を高齢者になるための情報を配信しているところであります。今日は2024年2月の25日日曜日です。今日も3冊シリーズを行っておりますが、その第2弾を行っていきたいと思います。第2弾は養老孟司さんの死の壁からお送りしたいと思います。今日は第3章生死の境目、その中の小項目でいきます。あ、これはちょっと待って、次だな、これは。これは小項目は、誰が患者を殺したか。ハロルド・エル・クローアンズという米国の神経内科医師は、生と死とその間、かっこ白洋者という著者の中で、自らが経験した心臓移植初期の頃の興味深いエピソードを描いています。一番になるということと題されたその講の舞台は、1960年代の終わり頃です。この当時、米国ではあちこちの病院で、この地域で一番最初に心臓移植手術をしたという称号のために競争をしていた。クローアンズの勤務する病院も移植を行った最初のチームを作ろうとしていた。クローアンズは神経内科なので心臓移植手術自体には関わっていません。しかしドナー、かっこ臓器提供者候補の患者の死亡の判定は彼が行うことになっていました。なぜなら、移植手術を行う医師が死の判定をすると、移植をやりたさに勇み足をやりかねない。当初、クローアンズは前日のような通常の手順にのっとって死の判定をすればいいんだろうと比較的軽く考えていたそうです。ある日、彼の病院にドナー候補の患者が運び込まれてきました。交通事故を起こした25歳の男性で、事故現場では明らかに死んでいたとみられ、ドナー候補とされたわけです。少なくとも救急の現場では死んでいるのではと思われる状態だった。さて、クローアンズが集中治療室に行くと、付き添いの女性がいた。患者のフィアンセです。クローアンズは彼女に話しかけるのですが、全く反応がない。そして見た目もどこかちょっとおかしい。40年は時代遅れの服を着ていた。もちろん患者は何も言いません。死んでいるのではと思われるくらいだから当たり前です。今朝6時の時計が鳴っているところです。しかし瞳孔反応を調べるために目にライトを当てると正常に反応する。つまり彼は生きているし、脳幹部は機能していた。ではなぜこの男性は死んでいると判定されかけたのか。実は彼は聴覚障害者だったのです。そして事故の際に、頭蓋損傷を負っていた。頭にも傷を負っていた。そして呼吸器を口に突っ込まれていた。そうするとどういう状態か。頭は完全に正常ですが、身体は全く動かない。声には反応しないし、口も聞けない。一見救急隊員がドナー候補だと思っても仕方がない状態になるわけです。当然、クローアンズはこの人は生きていると判定しました。患者は寸んでのところでドナーにならずに済んだのです。ちなみにここで終われば、ああ、危なかった。よかった、よかった。という話ですが、この話はさらに続きがあります。この患者は一生全身が不随になることは間違いなかったのですが、人工呼吸をつけている分にはすぐに亡くなるという状態でもなかった。
ところがある日、クロアンズがふとその後が気になって調べてみると、すでに亡くなっているという。そしてその死因は、脳外科医に尋ねると、人工呼吸器が止まってしまったんだ、という答え。クロアンズははっきりとは書いていませんが、おそらく人は人為的に始末されたのではないかということを暗示しています。規定は不可能、小項目です。規定は不可能。こんな風に一見死んでいるけれども、実は生きている人を周囲が死んでいると思い込むということは、かつてはよくありました。棺桶に遺体を入れて運んでいたら、揺れているうちに生き返ったなんて話はお聞きになったことがあるでしょう。今は脳死を細かく科学的に決めるから、そういうことはなくなったのは確かです。ではそれぞれの分、死を決めやすくなったのかというと、むしろ逆のようにも思います。もともと曖昧だった境目はより曖昧になってきているのかもしれません。私はやぶ医者だから、患者にご臨終ですとは絶対に言いたくないと思っていました。本来それを言うのはすごく勇気がいることです。その人の社会的な生命を絶つということなのですから、そう考えると、人の生死を決めるというのは実に大変なことなのです。当然、委員会で決めた基準が万能というわけにはいかないのです。今日はここまでですが、次は第4章、死体の認証という、人証か、というのに移っていきますが、そうですね、なかなか死の判定というのは難しいんですね。いやー、絶対死んでいる人というのと、今日は判定基準、生きている骨とかね、それからずっと追って、今日は誰が患者を殺したかという、わこの流れで言って、今日の項目は誰が患者を流したか殺したかという、すごいですね。でも死というのは、そう言ってみると、あの判定非常に難しい。でもドナー移植するときにはできるだけ早く摘出しなければならないということもありまして、なかなかここらが曖昧なところで、この曖昧というところは非常に、考えさせられるところではあります。今日は養老孟司さんの死の壁からお送りいたしました。また次、そのまた深く掘っていく、こうへ入っていくことと思います。ごきげんよう。